こんにちは。はい、こんにちは。村さん、僕が出るっていうことは、はい、告知だと思ってないですよね。また告知でしょ、告知でしょ。今回はなんと、はい、ロケ告知、はい、告知をするのにロケで告知をするって新しいでしょ。さすが。ていうか私もね、初めて来ましたでしょ。初めて。ですね、皆さん、アップバンクがついに飲食店を出すという話があったと思うんですけれども、ですね、ここがまさにそのプライベートキッチン、ひそかの場所、全ての情報を今まで出してなかったから、あ、もしかしたら 今明かされる、今ちょろちょろ出してきたけど、正式に言うのは今。あ、正式告知、うん、ですね、アップバンクが2月の何日ですか。6日。2月6日、ニムニムの日にですね、飲食店をオープンするわけですよ。その飲食店の場所がこちらでございます。場所はアップバンクスター新宿の大体裏側、大体裏側、とある雑居ビルの4階。はい、さあ、ほら、行って。おお、入るか入るか。さあ、できてない。さあ、2月6日オープンで、しかも1月29日、今1月26日なんですけど、1月29日に生放送があるにもかかわらずできてない。川越シェフまで招いて生放送するにもかかわらずできてない。これが、はい、プライベートキッチン、ひそかです。ええ感じやないか。結構好きじゃん。え、超ええ感じやないか。結構好きじゃん。完全に私好みやで。でしょ。完全に思ったよりね、男臭くなくてね、いいかな。え、もうプライベートキッチン感あるじゃん。あるでしょ。新宿でさ、男女がさ、なんかやれ口説こうとかさ、うん、そういう話になるとさ、うん、なんかない。歌舞伎町とかだと違うじゃん。でしょ。じゃあ西新宿の高層ビル群の上の方の、まあわかるよ、それかって言われたらまあわかるんだけど、ちょっと行き過ぎじゃん。ちょっと緊張しちゃいますよ。それだったらさ、恵比寿とか流れちゃうわけじゃないですか。行っちゃう。新宿唯一だよ、ここきっと。まあ私があまり新宿知らないんだけど、探してもあんまないですね。そう、そういう感じはあります。あのね、大人な感じで使ってほしい。大人な感じで。ソファー、私ソファーにはうるさいっすよ。どうぞどうぞ。ちょっと固めだね、下はね。僕も座ろう。だからクッションが柔らかいね。僕も座ろう、初めて。これ結構ね、ソファーの黄金比率みたいなところ近いっすよ。あの、ケツの方がさ、柔らかすぎるとブヨブヨブヨって沈んじゃうから。背中は柔らかいし、この硬さに対してこの柔らかさはありだよ。ここまでしてもらしいんですか。あ、ここで食うの、うん、何食うの。ここコース料理なんですよ。その料理がニコ生で発表されるのか。そう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 。じゃあニコ生の告知しましょうよ。もうやるの、ね、すげえ逆光かもしれないです。逆光か。逆光。じゃあちょっとカウンター行こう。カウンター、いや、キッチン入っちゃう。おいしそうそう。まずはちょっとニコ生の前に感想どんどん言ってください。これ、ほら、いや、これ完全にただの私が好き系のお店じゃないですか。あ、そう。はい、いらっしゃっせ。いらっしゃっせ。ちょっと今日結構狭いんですよ。今日何の、今日何のおられますか、お客さん。バーボン。バーボン、うん、バーボンハウス。バーボンハウス。ようこそバーボンハウス。あのね、はい、シェフとの距離がめちゃ近い。地形だ。地形だ。作ってるとこ見えんの、こうやって。近すぎやろ。シェフの調理場所が全部ここしかない。そうだね、全部これなの。だいたいあっち行ったりこっち行ったりするじゃないですか。ね、それも全部こっちに寄せた。あ、水場までこっちに寄せた。そうそうそう。あまり見られたくない洗い場みたいなところまでこっちに寄せちゃった。もうシェフから目を離すなっていうふうにして、この椅子絞り出した。ガラス割れたな。すげえな。毎週月曜日と木曜日が、定休日、お店としては定休日になりまして、で、その2日間は我々がここで生放送している。オーケー、いいオーケー。てか、いい店だよ、ここね。今さ、真っ昼間だから光の当たり方とかあれだけどさ、夜でうまいことはなんかやるでしょ。まあ、暗めな感じで、ね、この椅子もちょっとチェックしようか。この椅子結構いいよ。パンの椅子が良かった。いや、いい椅子だと思うよ、これ私。まあ、ぶっちゃけさっき一回座ってますけど、硬くていいじゃん。いい椅子だと思います。このテーブルもさ、奥行きが意外とあるんだよね。ありますね。これね、あれよりあるね、あれよりあってね、ほっとする、うん、ほっとする。誰かとご飯食べるとき近すぎるとさ、うん、あれだもん。このぐらいの距離がいい。このぐらいの距離が結構広いです。じゃあここであれしましょう。ニコ生の告知しましょう。はい、じゃあ棒読みしていきます。わかりました、棒読みでお願いします。はい、まず日時、1月29日木曜日、はい、19時から7時から。はい、多分2時間から3時間かかるんじゃないのかなと。だいたい1個のコースがね、2時間半かかるから19時から1月29日木曜日、はい、もう3日後ですね。はい、場所はここプライベートキッチンひそかにて、オープンが2月6日なのに、そのだいぶ前だけれども、やっちゃう、やっちゃう。はい、そしてニコ生の内容なんですけども、川越シェフをお招きして、はい、プライベートキッチンひそかの料理を食べてもらおう。いい話だね。というのがコンセプト。
もうあれやっちゃうんですよ、点数ドーンって出すんですよ。で、考えてる、はい、点数の付け方なんですけど、この皿まででこのコース何点。おお。だから1品目までで今このコース何点、2品目までで何点って聞いていって、でそのゲストの人に1品目はこれで、2品目はこれだったんだけど、3品目でこうなりましたって言って、このコース何点っていう言い方をしていこうかな。新しいコースのお店だから。そうだね。なんか1品ずつ喋られてもあれかなっていう、あれが来てこれが来てこれだったらあれかな、ただ今後これが来ると思って何点みたいな。なるほどね。っていうコースの、はい、得点をドン。はい、了解でございます。かなと思います。はい、で出演なんですけども、はい、マックス村井さん。やったー、楽しい、うん、初めて食べれるんだよね。いつもツイッターとかでさ、あ、そう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 、食べてるよね。そうそうそう、試食会。私がさ、富士そばとか食べてる時に。そう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 。だって、あの、僕この店のオーナーなんだ。勉強しないと。僕私が富士そばを食べてる時にさ、美味しそうなもの食べてるよね。12月からね、ちょっと忙しく。やっと食べれるんだね、私はこのお店の料理を。結構評判いいですね、今のところ。一回もないんですか？一回もない。一回も食べたことない。一応ママちゃんも美味しいって言ってた。リオナリも美味しいって言ってた、うん、なんでリオナリまで食べてんだと思って。僕リオナリ派閥です。なんでやで、はい、マックス村井さん、はい、あと、あれです、 MC 私です。 MC 宮下さん、うん、はい。だからちょっと端で喋ります。ええ。で、あのゲストの前に一人、某三枝心さん。某三枝心さん、僕あの人と共演したくなかったんですけど。妹さん、はい、はい、某三枝心、あの人はすごい高いご飯ばっかり食べてるから。確かにな、芋食ってるよな。18の頃から高いもんしか食ってない。あと料理は普通にうまい。そうだね、うん、大丈夫だと。で、最後に超豪華ゲスト。うん、他に誰？知ってます？知らない。川越達也さん。さっき言ったやないか。さっき言ったやないか、川越シェフさんって。言った。あ、あの川越さんがやってきます。はい、先週ね、はい、私キヨさん赤髪のトモさん VS 川越シェフで、はい、あの料理対決をやらせていただきましたが、あの2週連続でございます、うん、川越シェフ来てくれ、優しいですね、本当にいい人、うん、で川越さんと3人でこのコースって今何点って話をしてってもらおうかな。すげえ。1皿ずつ出てくるんで、まあ話してくれて、ちょっと間延びするかなってところで、ちょっとあの今チューブはこうですよって絵とか見せながら、はいはいはい、かなっていうふうに思ってます。楽しそう。じゃあ概要欄にいろいろとリンクございますので、1月29日木曜日7時から川越シェフをお招きして、プライベートキッチンひそかの初公開ですね。そう、料理をぜひとも皆様も、目で楽しんでいただきたいという番組でございます。どうぞご覧くださいませ。あとは、予約開始がもう、じゃあこの動画の公開タイミングで予約開始ができちゃってる可能性が。やっちゃおうかなと思って、今日の夜には出ようかな。ちょっと準備しますね、それで。じゃあ概要欄のリンクありますので、どうぞ。あの2月6日以降ではございますが、完全予約制です。月目は定休日です。来たいという方はどうぞご予約ください、はい、じゃあ皆さん、そんなわけで、新宿のアップバンクスターの裏にできます、プライベートキッチンそか、オープンを記念してのニコ生、そして2月6日のオープン以降も皆さんぜひともご愛用ください。お願いします。お願いします。さよなら。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします。私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますので、ぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので、機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやおすけバイヤーのチャンネルなど、たくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですので、ぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。